プレミアリーグ4位争い最新情報激戦でございますけれども、イエーイ、へー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 、勝てそうで勝てへん。いや、おちゃらけてやりましたけど、いや、すごくでも良かったとこもあるし、悪かったとこもあるし、みたいな、多分両チーム、はい、まあ、ビラも含めてですけども、あると思いますんで、はい、いや、さっき何本か撮ってたんですよ、この前にね、はい、いや、その時むっちゃ楽しそうに喋ってました。いや、まあ、もうチャンピオンズリーグはもう他人事なんで、もうキャッキャッキャッ、あー、もうプレミアで頑張ってるね、なんですけど、プレミアリーグと話は別ですよ、当事者なんで。なんかテンション上げなあかんと思って、僕もなんかやったことないダブルピース温度みたいな踊ってもたんで、チョキピースみたいな、チョキピースみたいなコンボイ、ごめんな、借りたけど。まあちょっといろいろ最新の情報とかね、まあ、試合の振り返りなんかも入れながら、はい、プレミアリーグの要因争いどうなってるかっていうのをお伝えしたいと思いますので、はい、お付き合いよろしくお願いします。さあ、ではマンチェスターユナイテッドでございます。懸念していたことが現実になりました。このインターナショナルウィーク明け、はい、まあ、前回ブレントフォード戦の前に4位どうなんねんみたいな動画を撮ってたと思うんですけど、この代表戦明けの3連戦がまあちょっと鍵っすねって言って、ちゃんと一勝もできなかったです。いやー、これはちょっとユナイテッドとしては厳しいですね。厳しい、まあ、なんか全部ちょっと嫌な感じなんですよ。ブレントフォード戦もチェルシー戦もリバプール戦もなんか勝てそう勝てへんのかいみたいな。確かにね、乳首ドリル方式ね。吉本すぎますか。大好きなんだ。吉本高さん、優しい高さん、そんどうでもいいです。まあ、だから3試合で、はい、勝ち点が1、2か、厳しい。まあ、100歩譲ってリバプール戦の引き分けはよく頑張ったな。あれは良かったんじゃないですか。ですけど、やっぱチェルシーの負けがちょっと辛い。まあ、ブレントフォード戦に至っては悔しいけど、まあ、引き分けてもしょうがないかやったんで、まあね、いや、メイヌがリバプール戦で決めてゴールとか、あれ素晴らしかったですよ。って前半だからマンチェスターユナイテッドはシュートがゼロとい う, そう、これはちょっといかがなものかですね。でしたけど、うん、まあ、そのね、こう見ての通りゴール期待値当然ゼロなんですけど、うん、ブルーノがいやーあれエグいわ。うわ、狙ってる、うわ、決まったみたいな。エグいわ、あれは。ケレハーのミスから、ケレハーじゃないクアンサーのミスから、はい、ケレハーがちょっと前出てたところを決めて、いやー、ベッカムがね、2000年代に見たように決めましたけど、すげー。なんかでもあの、はい、ブルーノのゴールでなんかスタジアムの雰囲気が一気にガラッと変わった感じはねしましたもんね。シメイヌの完璧トラップから内巻きゴール、未来でしょ。いや、未来は明るいですよ。マンチェスターユナイテッドの未来でしょ、彼は。まあ、実際ね、ゴール数値 0.7 点で2点取ってて、リバプールは 1.93 点で2点なんで、まあ、よく引き分けたなって試合なんですけど、うん、し、なんかまあ正直ね、はい、なんかもう負け犬根性が身につきすぎてんのか、うん、まあ、ちょっとまあ勝てはせんのかもなって思いながら見てたんで、PK 取られた時なんか、うわーっていうよりかは、うん、まあまあ、せやんな、せやんな、勝ち点1でいいよみたいな気持ちだったんですよ。ブレントフォード戦とチェルシー戦の方が発狂しました。ワンビサカも、もうなんかやってもたって、もう自分で、あの選手があの感じの時って、もう多分自分で当たってて分かってるから。し、なんかこれまで散々ね、そのディフェンスでストップしてきた選手やんで、うん、軽率やって切れるわけにもいかず、まあ、猿も木から落ちるかみたいな。いや、まあ、しゃあないって言い方してあれですけど、まあね。し、いや、ワンビサカ、君そこだけって言い方じゃあれやけど、もう一点特化型ディフェンダーやねんか、そこはしっかりしてくれやって気持ちもありつつ、うん、まあ、でも時間帯的にもね、多分疲れもあるやろうし、あ、まあ、リバプールはとにかく枠にこう、ね、嫌われるとか入らないという感じでね、まあ、遠藤選手もちょっと早めのいつもよりも、うん、交代という感じ、70分ぐらいだったかな、そうですね、まあ、ちょっと疲れもあったんでしょうけど、まあ、でも、まあ、でもカンボガラマグワイでよう守った。いや、カンボガラでも良かったんじゃないですか。いや、僕最初の20分やばやばって思いましたよ。だってもうカンボガラが全部人についていくんですよ。でマグワイアが最終ライン一人でカバーせなあかんくて、え、あ、終わった、今日 5-0 や、5-0、6-0ルールって最初の15分思ってたんですよ。でもなんかだん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 、何やったっけ、なんかクリアミスを、はいはいはい、ルイス・ディエスでもそう、ね、拾われて、はいはい、自分でカバーして、
どうやら止めたぞみたいな、いやいやいや自分でもまずミスってますやみたいな、19の子が頑張ってんだよって、そうそれいいですけど、いやなんか、うわなんかもうすごい気合入ってんなみたいな、なんか後半どっかのシーンでカンボアラが気合入りすぎてマグワイがまあまあってやってましたまあまあみたいな、マジですマジでこの実際してたんですよ、1回マグワイもなんか1回むっちゃ最後までぶち切れてるとこありましたよ誰やったか忘れたけど、なんか足削るってこうやって言ってなかった、まあ、でも最終的にはアグレッシブなところが効いて、うん、なんかね確かねデビュー戦ちょっと厳密には覚えてないですけど、デュエルゼロとかだったんですよ、そもそも玉際に行ってすらなかったのがデビュー戦とかやったんで、うん、なんか良くも悪くも目立たなかった、はいはいはい、みたいなのが、まあ、良くも悪くも目立った、まあまあ、うん、いけてた試合やったと思うんで、うん、まあ、19歳がこのレベルの試合に、いやいきなりね、初スタメン、まあまあ、よく頑張ったよって、いや僕はフラットに見て、いや頑張ってるな、魂こもってるなって、なんか、はい、単眼眼もそうやったんですけど、はい、別にその技術とか、はい、まあ、どう言われたら僕はその細かいの分かんないですけど、はい、なんか戦ってるなみたいなね、はい、なんかそのアカデミー育ちの選手がそういうのはなんか、うん、うん、この緊急事態、最終ラインの中で、まあ、よくやったんじゃないかなと、まあ、何よりハリー・マグワイアより首振ってました首振りに厳しいよと、いやちょっとまず確認しよう周りとだからまあ、その、やからいろんな相当広いエリアカバーできてるのは、うん、まずいろんなとこ見て、まあ、ちょっと行き過ぎてるけど、はいはい、まあ、まず見るが第一歩じゃないですか、うん、見て状況判断の順番やと思うんですよ、はいはいはい、まあ、見れてなかったら状況判断もできないんで、まあ、そういう意味ではこう基礎の際できてるし、まあ、今後に期待やなっていうのは、うん、まあ、ちょっと、まあ、そういうポジティブな要素もありますけど、うん、いやちょっと結果だけ見ると相当4位争いは厳しい状況に、まあ、ちょっともうそうですね、正直ね、やってきた、うん、まあ、これでまあ順位は前川ず6位で、まあ試合数ね、うん、まあ、ビラ引き掛けと1少ない、まあ、スパーズと一緒で今11差、うん、厳しい、まあ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 、でも仕方がないでしょ、厳しいですね、うん、これはなかなか、なんで、まあ、だから残りの試合、はい、まあ、どうなるかっていうところになってくると思うんですけど、うん、まあ、次がボーンマス、うん、でまあ、延期やけどもニューカッスルあってシェフィールドとバーンリーパレス、うん、まあ、ちょっと楽にはなるんですよ、この直近3連戦と比べると、うん、はいはい、まあ、だからパレス、アーセナル、ブライトンまでの、うん、このこう苦手3連戦が来るまでの、うん、バーンリー、シェフユナイテッド、ボーンマス、ここは3連勝してほしい、うん、ここ3連勝して初めて、まあ、うん、1% から 5% ぐらいまで可能性残るとかいうレベル、まあそうですね、だから落とせないですよね、もう、まあ、まあ、それはもちろん全試合落とせないんですけど、うん、まあ、特にね、いやでも相当ちょっとやっぱ厳しい状況になってきたのがこう我が軍の状況なのかなっていうところですけど、はい、まあ、一方のスパーズ、いやー4位ですよ、ありがとうございます、イエーイこれインディアンスタブチです、インディアンスタブチがよくやる、いやー、一言言っていいですか、はい、羨ましいです、いや良かったんじゃないんでしょうかというとこですかね、我々はね、そう羨ましいですね、まあ、ただ僕らの場合はその、うん、もう一つ次の山が大きいのを控えてるので、うん、まあ、ここの3つの中では、まあ、最低限というか、まあ、ルートン、まあ、ハマーズ、フォレスト、まあ、2勝1分け、まあ、でも、うん、まあ、5合格3連勝したかったですけどね、うん、そうですね、ウェスタム戦、うん、まあでもまあまあフォレスト言ってフォレストも難敵なんで、うん、まあ、ちゃんと直帰 3-1 で勝ち切って、いやこの試合も良かったっすね、うん、まあなんかまあね、そのなまあ内藤さんじゃないですけどこう、はい、希望を言えば、うん、もっとこうちょっとやっぱサイド攻撃一辺倒やから、はい、もうちょい中使ってやとか、はい、まあいろいろあるんですが、まあ、勝ちはいいですから、はい、まあまあまあそうっすね、このタームというかこの期間はね、もうだからまあちょっと心配なのはまあデキ、うん、クルゼフスキーがちょっとこうスタメン外れてて、うん、でこの試合もねラスト1本打てるやんいつものデキやったらみたいなところパスを選んだりしてて、まあちょっと消極的かなみたいなのを思ったりしたんですが、うん、まあまあ勝ってるんでね、
まあ、結構思い切った采配もしてて、うん、中盤2枚をサールとビスマを、はい、後半の頭から変えて、うん、ベンタンクールとホイビアに変えてと、うん、ホイビアもね後半の後半めっちゃ良かったんですけど、うん、何本かちょっと怪しいプレーもあったりしたんですけど、うん、ビスマンもちょっとお疲れなんですかね。いや疲れてると思うんですね。ちょっと休ませなあかんみたいなのがちょっとあったんでしょうね、うんうん、なんかうまいことだからローテーションもしながら、うん、でいいんじゃないかな中盤はっていう、うん、まあでもなんか以前に比べるとサッカーがちゃんと定着したからか交代ちょっと早くなりましたね。確かにね、こうやって見て46分、78、76とかですもんね、うん、まあなんかどっかで後半からはいけるチームって思ってるから、うん、まあ、前半見てても、はい、苦しいなと思いながら見てましたけど、はい、うん、まあ、この試合も 3-1 で、うんうんうん、しっかり勝利してというところで、うんうん、まあミッキーファンデヘン、うん、決めてくれましたよとかね、うん、最後決めたんが、ポロですか、ペドロ・ポロ、はい、素晴らしいシュートね決めてくれて、まあ、結構後ろの選手が決めてくれたりとか、うん、してたんで、まあ、セットプレーかな、なんかセットプレーの守備の課題は思いましたかね、ちょっと守る、毎回言ってますけど、はい、ゾーンでゴールキーパーの前、この時のクリスルトとか立たされた時の対応とか、まあ、攻撃の時のコーナーキックは逆にあのショートコーナー最近やっと使い出してるんで、まあ、それが得点につながったりもしてるんで、確かにセットプレーでこうどっちも得点を増やして失点を減らしたら、まあ、なおのこと安定するんじゃないかなというところですかね。まあ、ただこっからの日程がそうなんですよ。ニューカッスル、シティ、アーセナル、チェルシー、リバプール。いやーここ、まあ、ユナイテッドファンの希望で言うと、うん、5連敗していただければ、いやでもね、ありえんねんな。いや、まあ、5連敗はさすがにないと思うんですよ。いやそのね、さすがにそのね、まあ、ちょっとニュー、まあ、スパーズシティがどこに入るか分かんないですけど、なんかね、その僕はずっと危うさを感じてるんですよ。魅力的でもあるし、はいはい、危ういし、まあ、それはアタックフットボールやから、はい、例えばこれまたファンデヘンがハムスリングやりましたとかなったら、はいはいはい、一気にその可能性もなんかあるんちゃうかなっていう怖さはあるっすね、うんうん、確かに僕もこうやって改めて日程を見ると、まあ、一旦ビラを無視してスパーズユナイテッドに 1-1 で考えると、はい、まあ、勝ち点差9はきついっちゃきついけど、うん、この日程やったらひっくり返り売るん、全然あるんすよかな。少なくとも、まあ、最後までもつれるところまではいける、うん、だってね、ユナイテッドちょっと3連勝、まあ、可能性としては十分ある日程、うん、スパーズ3連敗十分ある日程、それがほんま現実だと勝ちですよ2、まあ、ほんと取らぬ狸の川山ようなんですけど、まあ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 、いや僕はちょっと怖いですね正直。なかなか激しい対戦相手です、ね、いやこれだからここやろな、だからうーん9取れたらいいですね5試合で、9ポイント取れたらまあまあ5試合9は上出来じゃん。上出来っすね。いや、てかもう余裕の4位やと思いますよ。いやいやいや、5試合5でもまあ4位いくと思います。いやいや、9ですよ。目標は3勝するんすか。3勝2敗ぐらいの気するんですよね。最悪が、はい、2分け3敗みたいなもイメージちょっとできるんですよ。まあ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 。3勝、最高パターンですよ、うん。3勝2敗の場合、3勝はどこですか、まず、はい、ノーロンでしょ、はい、ノーロン、ホーム、まあ。ホームなんでね、うん、強い。で、チェルシーも今やったらいけんちゃうかなっていう。ユナイテッドに逆転勝ちしたチームですよ。強いですよ、スタンフォードブリッジ。その次の試合見ました。その次の試合のチェルシー見てないですか。いや、煽りすぎですね。それ多分チェルサポが一番思ってるでしょ。まあ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 、あれダメでしょ、あれは。シェフィールドユナイテッドに 2-2、ダメですけど。最後のワンプレーでしかも。あれはちょっとあの状態のチェルシーやったら、うん、って思ってますね。いや、あの状態のチェルシーに負けたユナイテッドもっとダメージですよ。間接的に誰かを絶対傷つけなあかんことになる。やしゃべったら。いや、まあ、正直チーム状況考えたらってだけですけど、スタンフォードブリッジなのがちょっとね、はい、どうなんやろうっていうのはちょっとありますけど、っていうところかな。まあ、だからアーセナル、チェルシー、で、まあ、あれですね、ニューカッスルですかね。シティ・アーセナルはちょっと、シティとリバプール、リバプールはちょっと完成度が、はい、まあ、それで言うと本当アーセナル抜けてるんですけど、まあ、これはもうただの気持ちで勝ってくれっていう感じですかね。いやーねー、いや苦しい正直。だって今や首位のチームですよアーセナル。いや正直、まあ、ほんまに望みがあるならホームっていうのと、はい、まあ、チャンピオンズリーグでちょっと疲れてるんじゃないっていう、まあ
正直出来で言ったらもうそれはフラットに見て、はい、アーセナルの方が今はいいと思います、うん、クルゼフスキーの話ですか。いや出来で言ってない。出来で言ってない。急にサッカーのからお笑いのなんてなる。すいません。どうですか。兄さん突っ込んでくださいねみたいな目で言うてきますけど。ただ感情で今喋ってた。いやただやっぱりそこは勝ちたい、うん、そこは勝ちたいという、うん、ほんまにそれ多分全スパサポが、まあ、完成度はもうそれはもう作ってきたチームのキャリアが違いますから、うん、まあ1年目ですから、ね、1年目でこんだけ喋れてるのがまずありがとう、うん、ポセゴグルーなんで僕はまあどうなるかですね、はいうん、というまあビラはちょっと、はい、またちょっと後日にしますか、はい、ちょっと時間いっちゃったんで、はい、まあ頑張りましょう、はい、応援するしか我々にはできませんから、はい、ぜひ皆さんいいねチャンネル登録の方もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。さよなら。